皆さんこんにちは、ワンダーリグルビージです。では今回は新ギレンの野望マフティベリーハードチャレンジ、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、地球侵攻作戦発動直前でそれを中止して、今ご覧いただいているですね、地球上空、ここの攻防戦を繰り広げているというところです。連邦軍がマゼラン・サラミスを大量に前線に送り込んでくる中、かなり厳しい戦いを強いられているんですが、マフティの乗るブラーマニューガンダム、これが前線に到着しています。まあ、今回はですね、ギレンザビ総帥の総帥モードでやっているので、兵器の個別改造ができないので、少しねファンデルマップ攻撃に火力不足感があるんですけども、それでも絶対に落とされないマフティニューガンダムを投入したことによって戦況をね押し戻していきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。もう基本的にはモビルスーツをとにかく生産して前線に送って、その間にモビルスーツ、モビルアーマー、そして基礎技術の開発を急いで、技術レベルで連邦に圧勝していくっていうので、一つ目標に掲げて頑張っていきたいと思います。まあ、とにかくね、敵の圧倒的なサラミス、マゼランの数というのがあるので、これにどう対抗していくかっていうところになってくるのかなと思います。これはマフティのパンデル攻撃ですね。一撃でマゼランを仕留められる、それくらいになってくるとね、すごく頼りがいがあるんですけど、現状なかなかそこまで火力が出ていないというのがあるので、まあ、マフティをねマップ攻撃仕掛ける場所、一番効果が出るところっていうのをしっかり見定めていきたいと思います。やっぱり激戦になるのがルナ2から発進してくる部隊との攻防戦になりそうですね。ここはどうだろう、3連星すでに1人欠けてしまっているところですけど、厳しそうですね。ここはアンディとガルシアがさらにやられましたね。スレンダーもやられた。ガイアが持たない。マッシュもやられましたね。モビルスーツの数がちょっと前線に少なくなってきてるので、どうしよう、モビルスーツの数やっぱり増やしたいですが、それでも生産のお金、資源を考えた場合、特に資源が不足してくると思うので、うまくね節約しながら最大限に効果が出る戦い方をねちょっと模索していきましょう。新兵器の開発ですね、先ほど新松中撃破されましたけども、ちょうどその新松中のザク専用機開発されますので、これ乗せ替えましょう。生産は高機動型ザクに切り替えていきます。高機動型ザクを前線に投入できれば、また戦況もね変わってこようかと思いますので、すべて高機動型ザクに切り替えていきましょう。報告します。開発部よりモビルスーツズダのテストが提案されました。ここでズダのテスト来てますけども、ズダこれ開発進めるとですね、キャラクターを失ってしまうので却下しましょう。開発部にはテストの中止を命じます。今は一人でも多くのパイロットキャラクターを前線に送りたいので、ズダの開発は中止します。生産は高機動型ザクに切り替えてるんですが、前線が崩壊しそうなので、まずですね、小惑星5、それとこのサイド4、ここまで撤退することを考えます。もうちょっと持たないですね、残念ですが一度撤退しましょう。
高機動型ザクの回、これが開発完了しました。さらにですね、黒い三連星専用機の高機動型ザク、これの開発ができるようになりました。これ早速やりましょう。一方で連邦軍なんですけども、どうやらモビルスーツの影が見えてまして、ここにいるのは多分ガンキャノンなんじゃないかなと思うんですよ。これがガンキャノンだとすると、もうガンダムが出てくるのも時間の問題ですね。まあ、サイド4の方に撤収して、サイド4で敵を受け止めましょう。生産は高機動型ザク回に切り替えていきます。ソロモンからサイド4までの距離は割と近いので、まあ、前線に到達する時間も短い分、早く戦力を送れるというのはあるんですが、一方でですね、補給ポイント3と4、特にこの3の方が結構きつい戦いになってきているので、この後はですね、これらの補給ポイントにも部隊をちゃんと送り込んでいくということをね、やっておきたいと思います。あと連邦軍の方ですが、ここにはボール、あとマゼランももう下位まで出てきてますね。依然この戦力ですね、ちょっとそこが見えないな。まあ、高機動型ザクを一刻も早く前線に送り込んでいきましょう。でソロモンの部隊はサイド4に撤収がほぼ完了しました。補給ポイント3と4の方がちょっと苦しくなってきているので、高機動型ザクは優先的にアーバーワクーで生産して、補給ポイント3と4の方に回していきたいと思います。高機動型ザクはね、あと、各エースパイロット、まあ、シャーだったり三連星だったり新松永だったりジョニー・ライデンだったりっていったところに専用機用意されてますので、どっかのタイミングでちゃんとね専用機に乗せ替えてあげたいと思います。まあ、ただそのためにエースパイロットを拠点に引き上げる余裕が現状ない部分ありますので、タイミング見て入れ替えましょう。あとはマゼランを1ミリ残しみたいのがちょっと多くなってきてるな。できればね、その1ミリ残しで仕留め損なうことがないように、確実にそのターンで1隻ずつ撃沈したいところなんですけどね。ではソロモンの部隊サイド4の方に撤収して、少し余裕がある状態なので、一時的にマフティはですね、補給ポイント3、4の救援に向かいましょう。ちょっとこのまま放置しておくとここが危ないと思うので、ここを救援しに向かいます。なんとかね持ちこたえてもらうための救援ですね。シーマ様も撃破されてしまったので、もういよいよ後がなくなりつつあるというこの状況を打開するためのマフティの救援。救援がうまく間に合えばですね、一度体勢を立て直す余裕も出てこようかと思いますので、ちょっとそこまで持ちこたえてもらいたいと思います。敵はもう完全にガンキャノンを先制に投入してきましたね。まあ、近い将来ガンダム、さらにジムが出てくると思いますので、ちょっと資源もお金も不足気味になってますけども、高機動型ザクでしばらくの間ですね、この戦線を維持する必要がありそうです。でその中で重要になってくるのが、先ほどからお話ししてやっぱりエースパイロットをねちゃんと専用機に乗せてあげる、高性能機に乗せてあげるっていうのが、迎撃効率全然変わってくると思いますので、そこはねしっかりケアしてあげたいと思います。連邦軍の勢いまだ全然収まる気配ないですからね。ここからはサイド4の攻防に入ってきそうかな。あと補給ポイント3、4絶対に失敗しないこと。ドレンがやられた、貴重な無才を失ったな。ここも無才は失いたくないのでね、まあ、無差は巡洋艦ですけど、まあ、戦艦を失うとですね、大
耐久を回復する術というのが、極端に少なくなっていくので戦艦は絶対に撃沈されないように気をつけましょう。これガンキャノンゲキアですね、まあ、格闘に持ち込めればガンキャノンはまだ怖くはないですね。あとはここでマフティのマップ兵器、マフティもどっかで回復エネルギーねさせる必要がありますので、この後補給ポイント4、3と救援しながら回復してまたソロモンの防衛戦の方に戻ってもらいたいと思います。補給ポイント4の方はちょっとマフティの介入によって戦況が好転しつつありますので、補給ポイント3の方もねマフティ回して、戦況を押し戻していく必要があるかなと思います。高機動型ザクの高精度化、これ、完了してます。量産モビルスーツをこれに切り替えていきましょう。開発部より、恐れていたガンダムが、現れています。まだプロトタイプですけど間違いなく孫うことなきガンダムですね。ちょっと本当にここが危なくなってきてるので、ここをどう、まあ死守していくのかというのを、真剣に考えなきゃいけない局面になってきてしまいました。どうしようかな。マフティが今ここにいるので、マフティを派遣してガンダムを一掃するという手になると思うんですけど、ここにねちょっと敵部隊が集結しているので、こいつらも一掃しなきゃいけないところなんですけどね、ちょっとそこまで戦力回っていないというところですね。もちろんサイド4の攻防はご覧のような大攻防戦の状況になってます。ここにレベル将軍いるので、まずこのレベル将軍撃破しちゃいましょう。確実にね、3連星は全員ですね高機動型ザクに乗り換えました。これで前線を支えてもらいましょう。総帥、提案があります。これはフラナガン博士を中心とする研究チームはニュータイプ能力ララーとシャリアブル、クスコアル3人のニュータイプを獲得する絶好のチャンスなので、プラナガン機関の設立は行いましょう。プラナガン機関を設立し本格的な研究を開始するべきです。モビルアーマーザクレロですね。ザクレロはどうだったかな。格闘攻撃ができるんだったらすぐに生産したいですね。ここでようやくレベル撃破ですね。これでちょっと落ち着いてくれれば嬉しいかな。さあちょっといろんな意味で危なくなってきてます。状況整理しておきたいと思います。まずですね、一隻取り逃した、まあ、コロンブスだと思うんですけども、こやつがこのまま行くとソロモンに侵入してきますね。これを打ち取るために部隊を割く余裕がない中ではありますが、ノリスを派遣して、これソロモンが陥落しないように、しないといけないですね。で、あとはですね、結構入り込まれてしまっていて、どうだろう、このサイド方からも撤退を余儀なくされているという状況になりつつあります。本当にね、苦しい戦いですね。補給ポイント3の方はですね、高機動型ザクが到着しつつあるのでなんとか戦線維持できそうです。マフティも1発2発ですね補給しながらパネル攻撃を加えて、そしたらソロモンの方に戻ってもらいましょう。ソロモンが危ないですね今ね。というところで今回も劣勢というところでしたが、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。